はい、どうも、都市ボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい。ということで、としみなでございます。はい、お願いいたします。はい。えー、あのですね。うん、まあ僕、結構ね、ここ最近、ちょっと、はい、おかしなことばっかり言ってたなと思って。うん、確かに最近、そうだったよね。なんか、あんまペット飼うとかっていう柄じゃないなと思ってたんですけど。うん、ああ、そうかもしんない。やっぱり、難しいじゃないですか。うん、あの、ちょくちょく、最近。 あの人のペットと触れることもあったので。ちょっとこれはなかなか手間かかるなって思ってたんですけど。あの、飼ってる人を見て難しいなと思ったけどね。そうそう。それわかるなんですけど、ちょっとここならいけるかもっていうのがあって。ここなら。それがあの、水系よね。ああ、魚とかね。確かに魚とかはいいかもでも水槽とかそういうの難しいよ、あれも。あの、大丈夫大丈夫。あのね、水槽もいらないのよ。なんでやねん。 池で買い公園の池で買おうかなと思っててそれ買うって言わないでしょ放つでしょまあまあそうでも一応こっちにね取り寄せだから取り寄せたんだけどその子ねちょっとあんまり合わないみたいで池があんまりんかね出てきてくれないんだけどあそうなんやそうでかやっぱり 僕が見に行くと出てこなくて、うん、なんか周りの人たちがこう集まってきた時だけスーって顔出すみたいなやつなんですよ。でも毎回それでパニックになっちゃうから、うん、ちょっとどうしようかなと思ってて、一、うん、シーって言うんだけど、一シー、うん、もっとおったろ。<あの S 1> <laughs> 水星ユーマン。いや、失礼だけど。いや、一シもっといたろ。 鹿児島の、あの、池田湖に住むと言われるイ子を知ってるけど。連れてきたんですけど。もっといたろうん。ま、でも、すごいね。シーサーペント行けよ。いや言うなよ。減らすんじゃねえよ。有名なやつ行けよ、もっと。減らすなよ。なんでイ子やねいや、一子ね。でもね。いッシーでええやん。いや、なんで一シやいいなと思って。うん、なんでとなく。いや、なんか近いし。近い近くねえ。ネシだし。もっと近いとこいるでしょ。うん。ま、でも、 一応ね、連れてきちゃったんで。嘘つけよ、嘘つけよ。いや、嘘じゃないですよ。嘘でしょ、だって。あんた、だって、一心のとこまで行かないでしょ、どんな遠くまで。まあでも、一心ってさ、よくよく考えたら、池田湖にいるから一心なんだそうですよ。ね、新宿連れてきちゃったら、宍宍じゃん。だから、これ違うなと思って、あの、戻しました、池田湖に。宍宍��ですよ。宍卮ですよ。 なんか、どっちも手くできなかった。そうそう。なんか、一、一、なんか、どっちも手くいかないンだと。失笑をいたけど、その発音で言ったらわかりづらいわ。そうね。そもそも。まあ、なんでもないです。始めてください。なんでもないはないでしょ。はいはい、すいません。いただきます。教えて都市伝説。 はい。はい。おし、都市伝説とは我々が話したいお話をするというような企画でございます。はい。今回お話しするのは、あの、名古屋でね。ああ、名古屋。東海中学校、高等学校で、はい。僕らですね、え、まあ、ご依頼いただいて、うん。スタデープログラムというですね、あの、名古屋市がお金を出して、え市が出してるのそう。運営している、まあ、企画がね。ありまして、 こちらに伺わせていただいたときのお話をしたいなと思っております。はい。でですね、岸本さんは、名古屋に直で新幹線で来られたじゃないですか。そうですよ。ね。で、僕は前乗り実はしておりまして。そうですね。だいぶ、だいぶ前乗りしてましたよ。そう、2日前。うん、ね。前乗りなのか、それも。2日前でしたね。あの、1時間半のイベントがあるのに、まあ、2日前から来ていて。そうね。というのも、名古屋に入ってたわけではなくて、一応、あの、岐阜にね、 道中ね、ちょっといろいろ寄ったんでしょ二日前に岐阜に入りまして、そこで、まあ、例の者のお話がね、聞けたりとか、あと、まあ、そこで信仰している、いわゆる呪物、神様を取材したりとか、まあ、地元の人に話聞いたりいろいろしたんですけれども、まあ、そのね、道中の話じゃなくて、今回は、はい、名古屋でのね、その、サタデー、 プログラム。はい。サタプロササタタデーププロログラム。の話しようかなっていう、本当に言うのかもわかんないから、何度も言えねえけど、サタプロ、サタプロたちが言うのね、逆して、サタプロに行った時の話をしたくて、でね、このサタデープログラムっていうのは、講師が入ってないんですよ。入ってない。というのも、学生が出演依頼までするんですね。あ、そうそう、そうらしいね。だから僕のところに来たのも、 まあその名前言っちゃいけないとう思うから、うん、東海中学校高等学校の高校1年生のある男の子から来たんですよ、うん、ご依頼が来てご依頼がそう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 で実はあの中学生の時でね、うん、その子は東海中学校じゃなくて別の中学校だったのよなんか、ね、外から来たって言ってた、ねうん、外から来てるんですよね 東海高等学校ってかなり頭がいい学校なんですよ。あ、ップっつってたよ。そうそう。あのエリアバックではね。学う、う、だから、そこに入るためにかなり勉強しなきゃいけなかったと。その時に僕らのポッドキャストやらなんやらを聞いて、え、勉強して受かったって言うんですよ。うん。だから、あの、年坊さんのおかげですみたいな感じで連絡いただいて、まず。うん。で、え、東海高等学校で行われるそのサタデープログラムにぜひともお呼びしたいみたいな。お世話になったんでみたいな感じで。 で、あ、これはなんか、受けたいなと思って。まあ、縁があるなっていう、ねうん。縁があるしね。うん、ぜひぜひお願いしますってやり取りをいくつかしながら。はいはい。で、じゃあの、いついつお願いしますねって言って。なんか、なんかわかんないけど、あっちも初めてだし、うん、こっちも初めてやから、うん、なんかお互いを鼓舞しながら。なん,な,なんかわかんないですけどね。<laughs> あっちも緊張してるんですよ。<laughs> んなんか、初めてのサタディープログラムだから。 なんかそれの、要は実行委員じゃないけど、一人だから、結構ちゃんとやらなきゃいけなかったんだよね、いろいろ。なんかよそから入ってるから、初めての経験だから、実は僕は下っ端なんですみたいな話してた。ああ、言ってたね。なんか上の人がまた仕切る人がいてとかいるから。たら言って、あ、じゃあ、わか頑張りましょうねって言って、東海、中学校、高等学校ですよ。そこの玄関口にふーっとつけてね、で、あの、こちらですって言って言われて入ろうとしてたら、男の子が。 スッと出てきて「うん、星ボイズさん!」って言われて、うん、ふっと見たら、うん、学生服着てね「<laughs> そうだろう <laughs> だって学生しかいない分」う「星ボーイズさん」っつってキラッキさせていやそうっすねで車でね、うん、ウィンドウスーッと開けて「うん、どうも星ボーイズです」言っ,たって言ったら「おはようご、ん、ざいますこちらです」 ももう二人の中では何回してるまあまあ、そうだよね。君がそうかっていう。まあ、あっちは知ってるしうん、こっちは知ってるんだけれども、君がそうかみたいな感じで。あ、じゃあ奥お願いしますって言ってぐーっとね、まあアテンドしてくれて、ちちじゃ止めるんですよ。で、そこにおさないさんと奥さんもいたんでね。僕は待ったんです、実は。これ一番最初に車から降りたら、うん。かっこつけらんないなと思って。ないやい。や、や別に。一番最後に、ちょっと間開けて、う 降りんのが、あの子からしたらかっこいいんじゃないかなと思って。まあまあ、あの、ハリウッドスターみたいなね、ちょっとゆっくり降りてくるようなイメージはあるからね。まず、おさなさんがね、着いたから、スッと降りて、よろしくお願いしますって話してて、ちょっと挨拶してて、の奥さんも降りて、よろしくお願いします、今日、みたいな話してて、ちょっと後ぐらいかな、ガチャって降りたんですよ。学生には、聞いたね、それが。何がわあ、みたいな感じだったわ。ふわーってなった。一番最後に降りてこられた。 それ操作のろ、別に。お前の勝手なそれイメージなのでも。そう、イメージイメージ本当に言ってたわけじゃない。まだだって。まだだって。わかんねえだろ、だそういう名詞で。表情そういう名詞。いいやいや。あっあ絶対やってねえわ。一尺二尺。うん。間を置いて、降りてこられた。ガチャッと。すべよ、いいから、もう。荷物持ってね。うん。 これ使います、あれ使いますって話をして。うん、で、あ、もう、きますねって言って。で、うん、奥さんが、呪物持とうかって言って。さ、俺はこう言ったんですよ。うんうん、呪物は俺が持つ。うん、あ、なんぼ身内やと言えど。うん、呪物、うん、宝をね、自分が大事にしてる武器ですよ。それはやっぱり、人に持た,、うん、持たせないんだなっていう。その時もね、違うな、やっぱりっていう。 目、うん、してた。目 <laughs> だけなのね。言ってはないヒントは目だけなのね。名、うん、してた。うん、やっぱ、林さん。<laughs> 聞いてみてな。呪物は、自分で持つんやっていう。<laughs> まあなさすがやなと。まあ俺そこ見てないから、そうなのかもしれんけど。そういう目してた。 本当に。本当に目だけしか見えなかったけどね。目だけしか見えなかった。俺は、あの、マスクしてたから。しかも結構なんか大きめのマスクしてたから。まあ顔がちっちゃい子だったからね。そうね。すごい、まあまあ、そうそう。で、え、降りて。で、まあ僕は事物をね、もうグッと担いで行くんですよ。で、こっち、こっちですって言われて、なんか玄関口みたいなところで、えっと、先生らとかがいて、多分先輩なんかな。その時にその子も、やっぱ、かっこつけてたん、ちょっとね。 トシボイズさんお連れしました玄関で言ってたそしたらその先輩方が「あトシボイズさんですね分かりました検温させてください」つってそれも僕はねやっぱ検温するんなら最後やろうと思ってな内さんがすっと手出して先に「OK です」奥さん「OK です」っつって俺もじゃあお願いしますって言われて一尺置いたからまたちょっと待たせて どうぞ。<laughs> 引っかかってほしいわ。<laughs> <laughs> もうそこで。ふ <laughs> って取って。ピーって一人だけなってほしいわ。ちょっと、うん、他の人のオッケーですよ、い高かったね。オッケーですまあそりゃそうだろ。<laughs> 言ってて、ね。出るやつなんだから。<laughs> そう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 。うん ちゃんと OK だって。ちゃんと OK って。バカじゃねちゃんと36度2分で合わせてくる林さん。さすがやなっていう。コンディション整えてるなそう、コンディション整えてるなと、やっぱり、すごいなプロだなって名してた。そういう名、言ったよね。まあそう名してた。それなりに、やっぱりね。やるからこれから。玄関入るんです。玄関でスリッパを出されてね。 渡しれてで靴どうしたらいいですかって言ったら、まあ、ビニール袋入れてて、うん、でビニール袋入れてグッと縛ってなんか入っていくんですよ、うんうん、そしたらあの先生らがいたんですけど年越しさんお連れしましたとでどこにお連れすればいいですか奥ですか個室ですかとかって言ったらあの大広間があるんで、うん、こちらの方でって言って控室み、ね、あっかりましたスッ、うん、と曲がって左の部屋やったかな入ってね,、うん、ね左の部屋入って大広間ですよそこにスッと入ったキ重さんがいて、うん、でえっ、ー、と挨拶もせんと うん、僕らはね、うん、ふーっと入って、何時着いたんああ、さっき着いた。あそうなんや、っていう。あ、もう二人の間には、挨拶とか、<laughs> こんなんはいらないんだ。うん、かっこええなそういう仲間、相棒みたいな、うん、欲しいな、うんうん、っていう名してた。いや、してなかったよ。<え>俺、俺見てたもん、それ。<laughs> <laughs> そっからは俺入れるから。してなかったよ。<え> 1>, 1ミリもそんなの。えしてなかった、うん いやいやそういう飯してました全然。いや、完全そういう飯してましたよ。あっ、どうもっていう感じだったよ。あのあこっちにいたんですねみたいな感じだったけど。言ってた、言ってた。でも、あの挨拶はせずにね、当にまあいつもしないじゃん、あんまりね。だって、ずっと会ってるから。うんあいつついてたんなんとかんとか。どこは食べたんあんまり食べてないのよって話してたよ。あ打ち合わせて打ち合わせいや、表に出て。 今日どう話そうとかって戦飯食うたか食うてないかっていう話する余裕やんやっぱすごいな、二人っていう名してましたよね。 それはしてたかもしれない。じゃあ、わからんけど。で、なんかその、座ってね、僕らもね、座って、何時からその場当たりができますんで、それまでは少々待ちよって言って、そこに、その子も座って聞きたい話みたいなのをしてくるんですよ。結構ね、普通に話してたよね、そこで結構な時間。僕は、あの、 中学生の時から、まあ、受験でね、うんと、勉強する時に、めんどくさいなっていう時に、お二人の、あの、ラジオ聞きながら、勉強させていただきました。そしたら、気ついたら数時間経っていて、頭にもちゃんと勉強も入ってる。うん、知識も入ってる。いで、そうそう、もう頭いいからね。うん。そういうので、もう本当使わせていただいて、あの、お二人のおかげで頑張れました、みたいな。ね。うん。本当それは本当に言ってた。ほに言ってた。めちゃちゃ言ってた。めゃなかった。ちゃんと言ってて、言ってて。 で、あーいや全然そんなそんなそんなーって言って、うん、でえっ、ー、とえ14時だったっけああ出番出番かねそれぐらいだった13時に、うんえー「場当たりケ、OK、ーです」ってはい、はい、まあ前の人らが「あれやから」ってじゃあ行きましょうってみんなでねその人がその子が先頭で僕らを連れて行ってくれるんですよね,、うん、そうね連れてでもその時もねあのー 僕は、高校一年になって、うん、サタデープログラムっていうものがあると知って、ま、あしていたけれどもね、うん、それで、二人を呼びたかったと。うん、そんな、夢みたいなことを考えながら、受かってちゃんと。うん、で、今、二人後ろ連れてます。うん、今ちょっと、いつもよりも、背筋ピンってして、うんうん、僕、歩けてますよね、っていう目してて。<laughs> それはちょっとしてたかも。<laughs> <laughs> あの、<laughs> 都市ボーイズさん、<laughs> うん、来てるから、あんまり人に見せちゃいけない、うん、みたいな感じの。ありましたよね。うん。動きとか。連れてましたやってたけど、全く意味のない行為だっていうのを言ってあげたかったよ、俺は。そう,そうそうそう。あの、別に誰一人気づいてないから大丈夫だよって言おうかなと思った、あのー、ないよ、人気。<laughs> すごい、行ったら混んでたんだよね。人がたくさんいてさ、そ,<う>その前やってたから。柳田。 そうそう、リカオさんですよ。柳田リカオさんがやってたって言って、まあ、満員俺当たり前ですけれどもね、柳田リカオさんがやってて。そう、そのタイミングだった。すれ違ったよね。もう、どうしても見たくって、柳田先生が、僕はもう本、僕らはね、読んでたから、空想学読本大好きで見たいなと思ってたら、その、ちょろっとね。そうそう、ちょっとすれ違いで。白衣きた。まあ、それ、人ね、やっぱ、いっぱいいるわって思って。と思ったけど、その時に僕はもう、あ、リカオ先生。 バトンタッチですねっていう顔して、僕は、口に言わなかったけど。うん、なんで誰もその、その世界、誰も喋らないの、うん、目で伝えようとすんの柳田先生、うん、バトンタッチですねって言って。うん、柳田先生も、うん、君らなら任せられるわっていう目してた。いや、一回目合ってないから、<laughs> いい顔先生と。<laughs> <laughs> もう普通にすれ違っただけだからうそうそうそうまあまあね、うん、まあそう見えたのかもしれない、うん、でそれでまあまあ入ってじで, <laughs>、うん、でじゃあ今からそのまあ場当たりねしましょうって言って視聴覚室ねそうそう視聴覚室ででまあなんかその柳田先生の時に入ってたお客さんとかも入ってたから、うん、そうねじゃあお客さんそ外出てくださいって出てくださいってひとしきりまあ終わってアテンドというかまあ出して「出てください」って、うん 次、年ボイズさんです。出てください。ってみんな吐け終わってんのに、まだ言うんですよね。結構ね、あの、強めに、語気荒れに。出てってください年ボイズさんだけです出てってくださいって言って。ボイズだけです年ボイズさん以外は。出てってください出てってくださいって。そしたら、なんて言ったんでしたっけ、その子。いや、その子だから、俺、俺の目の前に来て。 年ボーイズさん以外は出てってくださいって言われて、うんうん。何て言ったのあ、年ボーイズですって <laughs> 言ったら <laughs> あ、あっ、あっ、あっってなっちゃって。<laughs> あのー、もっと頑張りますね。嫌なこと言うなと思ったよ、俺 <laughs>。<laughs> 追い打ちすんなよと。<laughs> いや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 。トシボーイズさん以外は出てってくださいってい。<laughs> 唯一の間違いをしたよね。うん、そ,うそうそうそう。あのー、<laughs> そこにいる。唯一それ、その人以外なら、正解だったんですよね。うん。てか、それ言うんなら顔をしそうないのって。そうなのよ。無理よね。ねね <laughs> 思った思った。なんで、え、<laughs> 誰かわからんのに、以外出てくれないって。お前のどういう前のおけのお前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 のの前のお前のの前 持ってるカバン持ってる、じゅうぶつ山ほど持ってる。リハの話してるさ、二人組の男がいたらさ、年ボーイズの可能性一番高いのかなって。そうそうそう、ベンくださいって、すげえ笑って、あれ。じゃあまあ、リハしましょうかって言ったら、その男の子が、初めてだったからね、プロジェクターの付け方がわからないみたいな。そそうう であじゃあプロジェクター一緒に使っていこうと言って、まあ、あコードが入ってなかったらコード入れようやとか話して,て、ね、いて、ね、どっからやったらいいかなこっからかなこっ,からかなって話してる時に、うん、まあ僕とその子でやってたんですよねそのプロジェクターをう、ね、じゃあどうやったらうまくつなげてねうまく射出できて、えー、みんな見れるよできるかなって言って、まあ、位置関係とかいろいろ見てたんですようん、うん、そしたら岸本さんが、ね、後ろの方にいて一番後ろ、うん、そこから僕らをねクッと見てたんですよ、うん、顎に手を置いてね。うん で、その、その子がね、あ、林さんはね、こうやってプロジェクター、こうやってやって、うん、で、まあその現場のね、こといろいろやると。うん、ほんで、岸本さんは、それを俯瞰の位置で見て、うん、お客さんだったら、後ろの人から見られるんかな、とか、あ、もう、口で打ち合わさんでも、二人の中でもうやることが決まっていて、それをおののやってるんや。素晴らしいな、この人ら。呼んでよかったっていう。 名してって。いや、そうだよね。言われた記憶ねえもん、そんな。そんなくだり、記憶にないもの。名してって。その子は、それどころじゃなかったかあ、の、あ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 の、って言ってこれ、つかないつかないとかって。つかないコード入ってない。あ、あ、そうだそうだ。うコードがない。いや、それなるよ。なるなる。言ってないんだもん。歌なんてさ、てか、使わないもんね。うだいたいつも先生とかがさ、用意するものなのかな。やんないもん。 パソコンつなげてつなげられたから「じゃあ楽屋行きましょうか」って言って楽屋ね連れて行ってもうてそこで待ってて「お客さん入れます」お客さん入ってね「じゃあ私の指示で年峠さんお願いします」って言ったら出てくださいって「あわ分かりましたじゃあ出ますね」ってでもう2時になって声聞こえるんですけど「そってれて「あれ 声聞こえないな、これ。そう。だからもうドアを。入りのね、タイミングがあるはずなのにっていう。半ドアぐらいにしてずっと。ああ何回かお客さんと目あったからね。そうそうそう。通り過ぎるところの。としおさん、おはようございます。みたいな。うん。多分言った、今どうもーって入っていって。今で。ってね。そうそうそう。で、まあ、その子もね。うん。もう、キラッ。 好きの目で、初めて見るわけだから。ああ、そうね、確かに。ね、僕らの、生イベント。生で何かをやるみたいな。わっ。この一人やで、みんなって。なんか、俺が、歳ボイスさん呼ぼうって言った時に、誰だよ、それ。てか、埋まんのとかって言ってたよな。でも、ちゃんと埋められた。これ、満席にちゃんとした。あの、満席にできない人もいたはずなのに、満席にちゃんとした。これ、 やっぱすごいやろって。俺が中学校から高校上がるまでずっとこの人らの話を聞きながら俺受験勉強して、うん、この人らのおかげで受かってんねんって。うん、で、それで、高一になって呼べて、お前ら見たかっていう。うん。そんな目してて。<laughs> してた <laughs> してたかなそんな名刺ながらこっちにて,て。全然してねえと思うけどなで。わーって僕らもやってね。盛り上げてなんとかした。うん、で、もう、まあ、あ普通に盛り上がったいつも通りのイベントの感じで終わって。やりりましたよ、ちゃんと。 ああ、よかったって思ったけど、ずっと気になってることがあって。はい。あったクソガキが一人、最初から最後まで寝てたよ。ね右のやつそう、右の、右の三段目のやつ。俺もね、何回かいじろうか迷ったもん。どうやって起こそうと思って。そうそう。俺も大声出そうと思って。あいういっていつもは使わない、小汚い言葉を使って、その子ビクッと出せようと思って。 俺はね呪いの鏡の下りで見せてやろうかなって子供にねでもなんかちょっと透かしてんのかな耳はちゃんと聞いてんのよいや分かる分かるで上に突っ伏すタイプよねかっこいい突っ伏してるのがかっこいいとそのんかちょっと 強いワードを言ったら、スッて見るんです気になってるんだよ。そう、スッて見るんですよね。かわいいな。うん、かわいいかわいい。みたいなとこいてね。そんなもんありながら、まあまあ全部終わって。で、その、えーとね、サインが NG だったんですよ。なんかね、そうそう、言われたね。そうそう。えーと、あれ、何ですかあ ?LINE の、なんつうのあれは。LINE?LINE の、なんか、えーと、都市ボーイズなんとかって言って、 なんかあの、ファンミーティングみたいなのができるのがあるんですって。あ,ーあーオープンチャットオープンチャットか。うん、で、オープンチャットを、えっ、ー、と、作りましたって言ってた、うん、おまめちゃんでしたっけおまはいはい。おちゃんさんが来てくれて、うん、で、あの、いや、実はそのオープンチャットを開かしてもらってるんです、みたいな。うん、ああ、どうぞどうぞ。うん、で、僕はあの、来てたんで、もともとね。連絡は DM で、えっ、ー、と、来てたので。うん、で、まあまあ、いいですよ。あ話聞いてますよ、って言って。 でそのあとサインお願いしますって言ったらその子がスッと出てきてあの一人にサインするとみんなにサインしなきゃいけなくなるんでかっこよかったなあの時のそれは目じゃなかったよね口で打ってた口で言ってたよねあの時の俺の仕事やこれちゃんと割って入ったもんそうそう割って入ったすスッて一人にサインするとみんなに サインしなきゃいけないんで <laughs> えらい すみません。言ってた。え、いやでも偉いなと思って。偉いなと思っちゃんと言えるんだって思って。なんか NG ってのは知ってたんですよ。うん。あ、そうなんだ。知ってたんだけれども、まあでもこれどうしようかなと並んでるのも、まあ2、3人はし、した、しても別にいいのかなって思ったんですけど、まあその子がまあこれルールだからと、ちゃんと心鬼にしてそこ止めてくれて。で、まあ。偉い偉い。ちゃんとやってもらって。そうそうそう。学校のルールだからそれはね。お仕事だからそう、お仕事だからね。まあまあ全部終わって、でまあさっきの、広い、 楽屋みたいなまぎのとこに戻るんですよで戻ってそしたら後ろに茂木先生がああそうそう農科学のね茂木先生がいてでえっと前見ると久米田先生あそうなんだ俺気づいてなかったあ本当ですかあのね一番奥の方に漫画家の久米田先生が絶望先生とか久米田先生がいらっしゃってわすっごいと思ったんですけどみんなにやっぱりね学生がついてるんですよ なんか、鳥巻じゃないけど、なんかいっぱいいたよね。そうそう、の。で、久米田先生なんて10人ぐらい学生いて。なんか、それ以外もいたんや。あ、いたいたいた。鳥巻みたいなのが来た。で、その、模擬先生のかでもちろんですけど、もう結構いて。で、僕らのとこにはその一人だったんですよ。うあ、まあ、これが今のね、この学校の、まあ僕らにおける、なんかその、なんて言うんでしょうね、この何人つけたかがええみたいな評価なんやなと思って。ああ、そう、そう思った。まあ、別にそれはええやん。別にいいよ、俺は。それはいいですよ。なんともは。うん。 でもまあこれからもっと頑張って次出る時はもう2人、3人、4人とどんどん学生が増えていくようにそんなふうにまあ頑張れたらその子もなんか誇らしいんじゃないかなと思ってそうそう僕もつきたい人が出てくれればねそしたらまあ嬉しいなとこの子もまあ偉そうにできるし去年やったんかみたいにすごいってなったらたいいなと思ったんだけど岸本さんには見えなかったかもしれないですけどふって前を見たら誰も連れてない大人がいたの。 学生が一人もついてない。ああ、いたの学生がいたの。あ、これ先生かなと思ったの、俺は。なんですけど、出演者だけが書くアンケートをその人も書いてたの。へほうほうほう。えゼロの人っているのって思って。学生が一人もついてないの。で、もうちょこちょこ目合うの。その時に、いやいや、あの、ほんまはね、僕にも学生がついてたんですけど、俺ね、やかましいのって苦手なんだよね。だからね、自分から、あ 俺にはいらないから、もっとなんか先生方がいるからね、もぎ、うん、先生とか組成先生とかいるから、うん、そっちに回ってよっていう目してた。<laughs> それはほんとしてたそうっぽいな。<laughs> うん、誰か知らんけど俺は。言い訳っぽい,い。俺は見てない。目をしてた。何回目やって、うん S、だろうね。ゼロの目してた。もう目が。目がゼロになってゼロの目。<laughs> 最下位決定戦 <laughs> そこで行われてんだもん。多分だけど、わかんないよ。うん 埋まってないんじゃないかな。<laughs> うるせえよ、もうやめとけよ。知らねえけど。埋まってないよ。誰か知らねえけど、いいことねえから、それ。で、まあそういうの終わってああ、最後にね、奥さんがその写真とかどうですかって言って。僕らから言えないからね。高校生の、ね、僕らは言えないし、ああああその高校生の子からも言えないだろうから、うん、奥さん気遣わして、あの写真とかどうですか記念にって言ったら、うん、あ、じゃあお願いします。って言って、あの、正門かな。うん、正門の前の丸〇中学校と学校みたいな書いてるところあったかな。ああまあそこまで行って、 写真撮りましょうって言って撮らせていただいてその時にすごいマスク取っていい笑顔してて「ああもうええ子やなこの子」みたいな本当どんどんなんか頑張っていろいろやってってほしいなと思ったんですよそしそこからあれかな車置いてるとこあるじゃないですかそこまで歩いてる時に「部活何してんの?」って言ったら「あららららら」って言ってて「訳わかんなかった俺」うん 〇〇部って言わなかったぞって思って。えどういうこといわゆるだからサッカー部とか、野球部って言わなかったなと思って。うん。ふん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 。つって。わけわかんなかったの。なんて言ったの今って思って。うんって言ったら、うんふんふんふん。でも聞き馴染みないの。聞、聞こえてるけど、わかんないって言っん。何のこと言ってるかわかんなくって。え、何の競技なのそれって言ったら、あの、宝塚を逆読みした、あの、か、え、かずら、たか、 カズラカタですって言うんですよ。何それカズラカタですって言われて。うん、何それカズラカタカズラって言って、うん、ああ、カズラカタですって言って。うん、わ,けわかんなくて、宝塚の逆ですって。うん、え、どういうことって言ったら、あの、男だけで作った宝塚なんですよ。うん、だから逆読みしてるんですよね。ね女性だけのっていうのじゃなく、うん、男性だけの宝塚なんですって。写真見してもらったら、バッチバチに化粧して宝塚みたいにしてるんですよ。 綺麗に白く塗って、カツラ被って。単純に男の宝塚バージョンってことそう、綺麗にしてね。シンプルな。そうそうそう。宝塚の逆のって。お芝居ってことそう。へえ演劇部か。思わないはよ言わんかいって。絶対わかんねえよ、そんなの。一番最後に。かましてきたじゃん。そういや、僕、僕、変わったことやってるんですって言わんかいカらラたやってるんですって。絶対説明いるよな、それは。 カズラカタやってます自分多分なんてうカズラカタですよ。えあ、宝塚の逆で男だけのという。だけど、再三お前のマウンティングにイラッと来たんじゃん。で、最後に一発かまして。な舐められちゃいけねえって思ったんじゃない聞いてると思うんで、あの、かまされたよ。何言ってるかわかんなかった、本当に。見たことはあったんですよ。なんかその、男版の宝塚が、 どっかの高校であって、取り上げられてるの見たことあったの。そことは知らなくって。それが、ズラらタっていうのも知らなくって、勉強になりましたけどね。初めて聞いたわ、あれも。そうそう、初めて聞いて。で、なんかその、車乗るときも、もう最後までついてきて。あ、そうね。見送ってくれて。そう、見送ってくれて。あの、次は、お互い大きくなりましょうって。僕も言ったし、あっちも言ったんじゃない名して。次はな、大きくなろうな、どっちもな、っていう。 君は高校2年生で、ちょっと、<laughs> うん、ちょっと地位がつくと、次よりもね。うん、で、僕らの方は僕らの方で、まあ、このマイペースだけれどもこのまま頑張っていって、次呼ぶ時には、君が偉そうにできるぐらいは頑張れるかもなって、伝え合ったみたいな名詞で。うん。<で>お互い。ちゃんと目で。お互いね。目で見たのね、のねそれは。そうそうそう。うん、ほんで、まあ、全部終わって、で、えっ、ー、と、宿着いたんですよね。うん。帰りで。で、その後あの、オカルトラジオさんとコラボするからってって、うん。そう、ね、収録して。そうそう。で、その時に、ふっと聞いてみたら、 僕その男の子とインスタグラムかでヤギとしてたんですよメールじゃなくて今時だなそうそうインスタグラムで依頼も頂いてで終わってふっとインスタグラム行ったら通知が12ってあったんで写真を送ってきてくれてたんですよ自分の写真を送ってきてくれてありがとうございましたみたいなのがあってそしたらなんか分かんないですけどすっごい仲良くなったと思ったんですよね僕の手のポーズが変ですってきて可愛いじゃん めちゃくちゃ可愛いじゃん。無視しました。なんてだよ、お前本当いや、そこの手は無視して、ありがとうございます。また次も呼んでもえるよう頑張り続けますんでって返して。あ、それならまあいいけど。手のやつはさ、俺も学生時代、あんまり人と話してないから、僕の手が変ですって言われた時の僕はあの、ちゃんとした回答ができなくってさ、分かんなくて。そうね、難しいね、確かに。 そうだねもう違うだろうし、うん、ちょっとわかんなくて、ちょっとす,すみません。そこは見えなかったことにして。うん、あ、あの、次回も呼んでいただけるようお願いいたしますって言って、うん、ダッチもよろしくお願いしますって終わったという、うん、なんかちょっと、あの、インスタグラムというね、もので、まぁ、あ、DM っていうのかわかんないけれども、ダイレクトメールを送り合って、直接会って、うん、なんかもうこういう出会いもなんかちょっといいなって思ったね。 なんか嬉しかったもんなんか自分を好きな学生がいて、うん、それでなんかその名古屋行って喋らせてもうてっていう、うん、なんかそれがきっかけでなんか、ね、オカルトとかもっと好きになってくれたりとかテレビの業界とかの話もしたからそのことに関してもなんかちょっと興味持ってくれたらいいなと思いながらもやらせてもらって、うんまあ、でもあっちのほうが将来有望感やばいけどねスーパーエリートだよなると思いますよいい、ね、マジで最近さ高校生ぐらいでさ起業したりとかするじゃん、うん 来年には抜かれてる可能性あるよね。あるある。あるすべてが。逆転してる可能性あるよ。うちの会社でやってくれませんかって。全然あり得る。うん。言うかもしんない。でもなんか、すっごい男前で、あの子ね。うん。賢くって。そうそう。でも賢い学校って僕行ったことなくってさ。あの、進学校みたいな。今までの進学校行くことなかなかないよあんな感じなんですね。 なんか、ハッキハキしてて。そうそう。だってさ、もぎ先生のところがね、後ろでね、話聞いてたら、もうなんか太鼓持ちできてたもんな。うん。先生を。まあ、ちょっとわかんないけど、太鼓持ちしてたよな。俺はちょっとそれ知らないから。うまく太鼓持ちしてた。ほんま好かどうかわからんけれども。なんか、そんな、もぎ先生言わないでくださいよ、そんなことって言ってた。 むかつくわ、<ツ>言,って言ってたよな。言うゃん、言ってたと思うけど。言ってたよな。うん。先生の方が、なんかちょっと、大人げねえ感じねかか。<laughs> うん、そ,うそうそうそう。あの、サインください、も木先生って言って、うんな、ふっと見たら、なんか髪切れやったんですよ。うん、俺がこんなのに、サインバカ野郎、この野郎って言って。うん、で、あ、あの、生徒手帳あるから、生徒手帳って。生徒テ持ってきてないやつ。なんで持ってきてねえんだよ。ちゃんとお前、色紙とか用意しろっつんだよ。ついやせん。ね、なんかそんな感じだったよね。 もうそんなことできるの <laughs> 高校生で <laughs> すごいね。大人の使い方をもう覚え始めてる。進学校はさ、やっぱりいい会社入るから、うん、太鼓持ちの授業あんのっていうぐらい、うん、綺麗な太鼓持ちでた。だってさもう一、うん、人もヤンキーみたいなやついなかった。ないない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 。 大体さ、いるじゃん。ああいうところ行ったらさ、一人二人うるせえな、みたいなやつ。一人もいないからね。一人もいない。パッツンメガネ。みんなちゃんとしてる。そういうことだろうなって思ったわ。みんな目悪い。みんなメガネかけてみんなメガネかけて勉強しすぎて。なんかでも、わかったよ。喋り方とかでああ、賢いところなんだろうなって思った。すごい頭いいわ。僕らなんかも全然頭いいわ、あの子らの方が。すごいね。 でもやっぱり勉強教科書読んでるだけじゃ手に入らない情報とかあるからなんかあこいつらはバカなんやろなって言って見た目だけで判断しない方がいいよ痛い目あうとね痛い目見るよ本当に特に都市ボーイズ以外の方って言ってた子はねそうそうそう気をつけた方がいい痛い目見るよ本当にそうね呪物持ってるし俺 <laughs> マジでさ、一桁歳ぐらいの子。うん、そう、5歳とか6歳ぐらいの子の前でさ、まあまあえぐい話してたよね。そうっすね。いや、僕はまだよ。あなたでしょ。あなたダメですよ、あ,<の>あなたあれあまあまあえぐい話してたわ。うん、そ,うそうそうそう。うん、顔見たうん。口押さえてましたってなってたよ。マスクしてるのに押さえてた。口 <laughs> を。かわいかった。すごい可愛かった。 だからぐらい分かんない言葉だろうなと思ってたけどでもやっぱり怖いと思ってたと思うわする予定にない結構怖い事故物件の話とかしたどういう顔するだろうと思って可愛かっためちゃくちゃ可愛い子いたね23人めちゃくちゃ可愛かったまあまあそんなねあんまりね経験できないような高校に行ってえっとんかいろいろイベントねそんなね結構いい 思い出となったイベントでした。以上です。ありがとうございました。